はい、こんにちは、ペイです。今回はですね、視聴者さんから質問のあった投げ縄ツールの使い方、フォトショップの投げ縄ツールの使い方についての動画を撮っていきたいと思います。投げ縄ツールっていうのはまず何だって話をしましょう。まず投げ縄ツールっていうのは、このツールバーにある上から 1,2,3 番目、このアイコンですね。このなんか、なんだろう、カーボーイが投げ縄するようなこの形の絵が書いてあります。で、このアイコンなんですけど、このアイコンが最初から表示されてないパターンがあります。例えば多角形ツールのようなアイコンが表示されちゃってる時があります。こんな時どうすればいいかっていうと、このアイコンの上にカーソルを持っていって右クリックしてあげると、このように選択ボックスが出ますので、で、これで一番上の投げ縄ツールを選択してあげれば、それで OK です。じゃあね、投げ縄ツールで一体どんなことができるのかってことをまず一例お見せするとですね、まずですね、例えばこの3つの図形は1枚のレイヤーに書いてあるので、普通に選択で動かそうとすると、こう全部一緒に動いちゃいますよね。こう全部一緒に動いちゃうのは困るので、赤だけ動かしたいって時にどうすればいいかというと、投げ縄ツールでこのように囲ってあげればいいんですね。投げ縄ツールはこのようにマウスカーソルで好きなように選択範囲を囲うことができるツールになります。で、こうなるとですよ、選択範囲だけをこのように動かすことが可能なんです。これは結構絵の中で修正作業だったりとか、この部分だけをちょっとずらしたいみたいな時にかなり使える機能になってきます。じゃあ投げ縄ツールで具体的にできること、絵を描くっていう上で他にできること、まずはじゃあこの形を作るっていうことをやっていきましょう。形を作るっていうこと、じゃあこの投げ縄ツールを使ってこういった形を囲っています。で、この状態でですね、バケツツールを使って塗りつぶしてあげる。新規レイヤーを作って塗りつぶしてあげる。そうするとこのような図形にきれいに塗り分けることができます。でもね、絵ではこんなパッキリした形だけが必要な時、意外と少ないですよね。境界をぼかしたい時もあるかと思います。そんな時はどうすればいいかっていうと、このですね、投げ縄ツールのこのぼかしのボックス、ここですね、このボックスの数値を増やしてあげます。じゃあ例えば20ピクセルぐらいにして、先ほどと同じように囲って新規レイヤーを作って縫いつぶしてあげます。するとどうなるか、よいしょ、ほら、このようにですね、境界がぼけた選択を塗り分けることができます。で、この状態ですよ、このレイヤーにマスクをかけてあげて、例えばじゃあこんな風に複雑にさらに囲ってみます。で、そうすると何ができるかっていうと、この状態でここだけまた別の色で塗り分けることもできるんですね。これ結構デザインとか絵を描くで使えるような想像ができませんかね。ね、こんな風に複雑な形を投げ縄ツールを使って綺麗に描くことができます。それではですね、最後にもう一つだけ、選択範囲を使って投げ縄ツールを使ってマスクを切るっていうことをやってみたいと思います。マスクっていうのは、まあ選択した部分だけを表示させる、それ以外は表示させない、マスクをかけてしまう、そんな機能なんですけど、まあ、例えばですよ、この赤丸の部分だけ、ピンクですかね、ピンク丸の部分だけ、まあ、大体こういうふうに選択してあげて、この部分だけ表示させたいっていう時に、この状態でレイヤーに対してこの一番レイヤーのパネルの一番下の列のこのアイコンですね、このアイコンをクリックしてあげると、このようにレイヤーマスクを作成することができます。これ先ほど選択、投げ縄ツールで選択した部分だけが表示されているっていう状態です。このような使い方もできるので、覚えておくといいでしょう。はい、ということで今回は Photoshop の投げ縄ツールの使い方についての解説をしてきました。まあ、投げ縄ツールってね、まあ、意外と使わないなんて人も多いかもしれないんですけど、本格的に絵を描いていくとですね、まあ、意外と使えることが多くて、まあ、僕なんかは背景の仕事をしているので、よくこのパーツだけを選択して左にずらしたい、1ピクセル上にずらしたいなんて時にも、まあ、選択範囲はよく使うので、
特にですね、複雑な形を簡単に取れるっていうのがナゲナーツールの特徴なので、まあ、ぜひぜひこの動画を何回も見返してナゲナーツールの使い方しっかりマスターしてもらえればと思います。はい、ということで今回の動画はここら辺で終わりにしようと思うんですけれども、このチャンネルではこのようにフォトショップの使い方だったりとか風景画、背景画の描き方の紹介なんかをしています。もしよこの動画がためになったよっていう人はぜひぜひ動画の高評価、またチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。